お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの迫撃デッキですねやっていこうかなと思います。でこれちょっと前に紹介したやつと多分全く一緒なんですけど、なんか YouTube のコメント欄で最近なんか迫撃デッキを紹介してほしいみたいな意見が結構多かったので、今日迫撃やろうかなと思います。というわけでまあそんな感じでね、 YouTube とか結構コメント全部見てますんで、まあ採用するかわかんないですけど、まあなんかこれ使ってほしいとかねあったらぜひぜひ書いておいてください。チャンネル登録もね、ぜひまだしてない方よろしくお願いします。というわけで、やっていきます。でウッドの枠は俺ウッド持ってないよって方はロリーババでもね、ローリングバーバリアンタルババはいでも、全然ね使われてるのでいいかなと思います。でまあ最悪このマスケもね、マスケ型がやっぱ一番流行ってるんですけど、まあマスケット重視オラ持ってないよってね、多分最初に手に入るんですけど持ってないよって方はまあ吹き矢ゴブリンだったり、ロケット押しだったり、まあ吹き矢の方がいいかな。まあなんか替えはね、その辺あるんでぜひ使ってみてください。というわけでまあ、無課金迫撃と呼ばれてるデッキですね。おんちゃん君も待って。一試合目から、仲間来た。そんなことある？え、ちょっと待って。いや、やばくね？そんなことあるって感じなんですけど、まあ、そういうことですよね。というわけで、とりあえず相手の攻め迫には防迫して、まあ、ワンチャン攻め5来たら、迫撃のダメージが通っちゃうんですけど、まあまあまあ、一回耐えましょうか。で、基本的には、どうだろうな、スケバレの、こう、ダメージを稼いでいくデッキですね。基本的にディガーがないので、削り勝てないっていうイメージが持たれるんですけども、まずスケバレの落下ダメで削るみたいなもんですね。そう、落下ダメで削って、まああとはファイボとかもね、こういうマスケットとかに打てたらいいかなっていうような、まあ感じですね。いきなりミラーマッチはちょっとね、運営の意地悪なところじゃないですか。ちょっとね、困りますよね、ミラーは。まあ、でもさすがに勝っていきたいですよね。で、相手のスケバレのダメージを、マジでどれだけ抑えれるかだと思いますね、これ僕が勝つのは。よいしょ。なので、OK、これ相手ファイブサイター、地味に延命してね、これちょっとうざいですよね。ウッドサイター、ウッドサイターら、これ発揮系ね、多分止まんないよ、という感じで、防衛迫撃とか来んのかな。あ、ウッドサイトんで、あれ5防衛ですね、多分。オッケー。あ、5じゃん、ユニット。オッケーオッケー。これでまあダメージリードを取ってるっていう。いやー、怖いですね。で、マスケをスケバレの落下の防衛に使えると、まあそれはそれですごいいいかなと思うんですけど、まあどうでしょうか。とりあえず、迫撃立てていき、おー、独特。まあ多分、5の警戒値だと思いますね。タワーに入れたくないっていう。もうちょっとあると思うんですけど、まあまあまあ。で、これは、この落下ダメをね、入れたくないんですよ。OK。この迫撃はお互い多分取んないんで、どれだけスケバレの落下ダメをお互いこう抑えられるかの対決になってくるので、こうマスケット重視で、今スケバレが来たらまあ5打ったりとかで、できるだけこうダメージを抑えていくのが大事。で、どうしてもまあ抑えれなかったらウッドでね、耐えればいいかなと思います。よいしょ。さあさあさあ、なのでスケバレのね、落下ダメが多く通ってる僕の方がね、今ダメアドを取ってるって感じですよね。よいしょ。さあ、これで稼ぐ。これですね。なんとも、ミラー対決だけはちょっとね、地味なんであんまやりたくないんですけど。で、ここも5打っちゃって。よし。よいしょ。まあ、こんな感じでね、スケバレに意外と5防衛も、まあ、悪くはないですよね。まあ、1アド取られるんですけど、まあ、完封できますので。まあ、あとは、高めにマスケットとか来るのかな。これワンチェン目してあげて、オッケーオッケー。で、これ多分迫撃打つんで、5打ったら、陸受けがいなくて、ちょうど来た。迫撃は通るで5打った。うい。さっさっさ。で、まあ、ナイトが多分いないよ、ワンちゃん。ギャング。うい、来た。いいよ。咲いてる咲いてる。まあ、こうなったら、まあ、さすがにね、まあ、僕の勝ちかなっていう感じなんですけど、よいしょ。さあ、タルババも咲いたので、このやりゴブですら痛い、相手は。で、これ5が、俺のエイムだと当たんない説がある。ちょっと待って。やばい。負ける。最悪。こういうのをすると負けます。気をつけてください、皆さん。で、これは、僕は別に、タワーがおられなければいいので、まあ無理に、こう、守りすぎず、攻めすぎずね、ほどほどにね、守ればね、勝ち。あ、だってこれ5の終わりっすね。よいしょ、グッドゲームと。いうところで、まあこう、結局、スケバレの落下ダメを抑えるっていうところにね、入ってくる。多分、迫撃は、マジ一生防衛迫撃されたりとか、
まあなんかされると基本通らない。まあ攻め拍をどん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 高回転ですることによってこう相手にコストを使わせてまあみたいなねペースを握るっていうのも全然あると思うんですけど、まあスケバレ大事ですね。とりあえず投げとく、手札に回ってきたらとりあえず投げとくっていうような感じでやっていきます。で同サイド対決挑んでるとワンチャンイモられた時に突破できないので意外となんかね両サイに攻めたりしてます。みんな迫撃とかだったらね、特にこういう時かな。おい、いやなんだメガゴだけ前に来ちゃったな。メガゴなかなか出しゃばりメガゴですね。いやこれはなんなら生きてくれねえかな。相手攻めファイブまで使ってるんでこういうワンチャンなんか延命してあげて、ああ岩がでけんだボーラ、今だけはちょっとマジ厄介ですね。ボーラ好きなんですけど使われるとすごいね嫌ですね。でまあボーラメガゴあと2枚なんかアイスイズ、いやわかんないですね。ちょっとわかんない。まあでもスケバレ回ってきたんで飛ばして、もうこれにねこう絶対1枚何かを使わせられるっていうのがまあずるいですよね。だって無視したら結構大ダメージ受けて、まあほぼ確でウッドとかザップとかもうこんな感じでヤナメとかを使わせられるんでね。お、相手これあれだ。いや、違うかな。スケラ？トルネスケラヤナーメのデッキ説があると思ったんですけど、ファイボでしたね。さあ、で、これはもう生命白いって、ボーラー回ってるかな？回ってない説がある。回ってない。これちょっと端まで止めてあげて、あ、止まってね。これまあまあまあ、ヤリゴブとね、ウッドで。よいしょ、ヤリゴブリンがスケラ結構優秀なんでね。オッケーオッケーオッケー。だってこれで、相手今、アイスイズ出したんですけど、多分ギリギリなんですよ、コストが。これ抜けがきつい。まあ、ヤナメかな？ヤナメ遅れてやるので、まあ、その分のダメージが結構入りますよと。さあ、で、これ、4コスト迫撃でいいですね。絶対陸撃が間に合わないでしょ。多分、ボーラーが間に合わないので、それ以外にユニットを出すしかない。オッケーオッケーオッケー。で、ここに出たのをしっかり射抜いてね。で、なんか期待を、基本だったらマスケとかいたらマスケ来るんですけど、まあ、アイスイズなんで出てこなかったですね。いや、岩が長えな、岩が。よいしょ。さあで、まあ、ナイトリグブみたいな、ね、形を作りつつ、逆サイ攻めると、こう相手両サイ守んないといけないんでね。で、これはもう防衛迫撃でね。おい。防衛迫撃じゃ耐えれない。いや、でもこれ僕タワー捨てたくないですね。さすがに2000あるので、オッケーオッケーオッケー。気づけば、相手のタワーはもうミリミリ。さあ、とりあえずやりゴブに1体で意地悪しに来ます、これ。まあ、1体でも無視してると、一発痛いよっていう、これ。はい。さあ、なかなかね、なかなか性格悪めな攻めなんですけど、これが非常にいい攻めというやつですね。さあ、タワーが落ちる。で、まあ、逆サイはまあ、タゲ取りつつ、これあと、ファイブで終わりますね。ファイブで落ちる。やりゴブ、ウッドからのやりゴブで多分ほぼ完封ですね。というわけで、いやー、強いですね。なんかこう、迫撃置いたサイドの逆サイドにスケバレとか飛ばすと、やっぱこう、迫撃も処理、陸でね、対応しないといけないし、まあ、スケバレには1枚咲かないといけないみたいな感じで、こう、まあ、一サイドをずっと攻めるっていう手もあるんですけど、こうやって感じで、相手の、まあ、コストが一個一個重たいデッキですね。なかなか、そう、ボーラーがいたりだとか、まあ、一スイーズとか、こう、個体個体のデッキとかだと、結構今みたいな両サイド振りがね、すごい活躍するというか、こう通る時が、まあ、ありますという感じです。謎にクラロワから断られる、よいしょ。困りますね。というわけでちょっとね、部屋が暑い申し上げてますんで、温度を下げたいと思います。26度にね変えました。というわけでよろしく。さあ馬ですね。ひー、あのスタンプ持ってるかな。持ってねえな。このね、とりあえずゲットしたゴブリンスタンプでもね、使っときながらね、スケバレが回ってきたら飛ばしていきます。で、これファイブをちょっと遅いか。いい、まあ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 、いいファイブですね。相手は、ラバーですね。これはさすがにさ、ラバル。まあ、ラバルは、いや、まあまあまあ、悪くはないですね。まあ、いいとはあんま言えないですけど、悪くはない感じですね。防衛迫撃が大事になってきますね、バルーン釣りの。まあ、あとはこう、インドラとか来るかなっていうような感じで、気持ち負担もしつつね。で、これ、ここで若干攻めます。若干攻めつつ、オッケー、ナイトゴブリンで、オッケーオッケー。で、こう、マスクがバルーン落としますね。槍ゴブリンとこのマスクの位置を離すことによって、オッケーオッケーオッケー、いい防衛。いい、ああ、お前もう一発撃ってよ。いや、これ、釣れそう。いや、めっちゃいいスケバレ。これね、インドラとか、なんか相手のソロユニット、
をこう引っ張るときによく使えるんで、ぜひ覚えておいてください。さあさあ、マスケとやりこぶ話したことによって、まあ、マスケにザップ打たれたらマスケが死んでてみたいな感じですね。でもやりこぶに打たれたら、まあ、マスケがギリ耐えてみたいな感じでさ、非常にねいい防衛を見せました。まあ、これを繰り返す感じですね。まあ、ナイトギャングで守りつつ攻めつつみたいな、まあ、なんですけど、今回相手は多分スケ、あれあいつがいますね、スケドラ。そう、スケドラちゃんがいるんで、それに速攻5打ちます。まあ、タワーとかどうでもいいんでね。で、このゴブリンが残れば、このゴブリンだけで相手からしたらね、しんどいっていうところですね。さあ、これはもうマスケが頑張ってくれる。で、ザップ打たれたので、まあ、やりゴブリン出して、あのマスケはね、バイバイしてあげて。で、ここで攻め迫撃と。よいしょ。で、これにナイトをつけることによって、このナイトやりゴブの攻めが完成するんですよね。で、まあ、スケドラが回ってくるかな、どうだろう。さあさあさあ、まあ、マスケで射抜いてあげつつ、これに5打つか？ここは打ってこない。一回もう攻めちゃいますね。攻めて、この間に、相手のラバを溶かしたいんですよ、僕としてはね。なので、頑張って延命しようとしてるんですけど、で、延命できないですね。で、5割いた、じゃなくて、ザップ割いた、オッケーオッケー。これは、迫撃で釣って、時間稼ぎして、オッケーオッケーオッケー。このね、無理やりでもね、誘導して、オッケーオッケー。あとは、防衛5があれば耐えれそうですけど、え？マスケって行きすぎじゃね？君。そんなに生きるっていう、そこまで求めてないのにっていうね、感じで頑張ってくれる。さあ、あと800がね、なかなか遠い感じがするんですけども、なんかスケルトンが暴れてる。ロッキー？いい。で、これもウッド削りの、で、これですね。もう投げとけばお得カード、スケバレ。これに絶対コストを避けるので、まあ、この間に対応してね。よいしょ。で、なんなら攻め迫も起きつつ、オーケー！グッドゲーム！っていう、まあ、ラバルはね、矢の雨ザップだったら、まあ、負ける可能性があるとかで、まあ、ファイボザップとか、まあ、ディガーがないと結構ね、こう、守りやすいっていうので、意外と相性悪くないなと思います。こう、ギャング？ナイトギャングが強いですね。こう、まあ、やりゴブが守りに、回ってくれて、そのね、ナイトゴブリンの形がね、相手としては非常にうざい形で、無視すると普通に倒れるレベルなので、意外とこう、ゴブリンがね、強いんですよね。実はね。というわけで、さあ、回ってきたら投げとけばいい、カード。スケバレですね。とりあえず投げます。投げないと試合始まらないですからね。投げてから、まあ、試合スタートみたいなところはありますね。さあ、相手は今回ハンター。でも相手のデッキ勝利分かんないんですけど、まあ、とりあえず迫撃置いてきます。で、なんとなく逆サイ。なんとなく逆サイに置いたら、ロイ来て、これトリトンのため引っ張られる、ナイトで蓋して、はい、こんにちは。で、回復されるのはちょっと嫌だ。頑張って溶かして、OK！ あはー、今の一発疑惑だろ。で、これはね、逆サイですね。同サイだと、ま、ファイブ防衛されちゃうんで、逆サイにすることによって、こう、どっちかが通るっていう感じですね。OK！さあ、スケバレー、これロイにはね、相性いいんですよね、基本的に。なんかトリトン攻めされると意外と厄介って感じですけど、防衛迫撃すれば相手のロイが通んないんで、まあ多分相性はいいですね。さあ、攻めやりゴブでちょっかいしていきます。なので、僕はもう攻め迫いらないかな、ぶっちゃけ。これヒースピ、来ねえかな。おい、来たー！おいしい！おいしいですね。さあ、ケツナイト。で、結露来たら逆サイ迫撃か、いや、攻めなくてもいいか、スケバレ飛ばすだけでもいい気がするな。で、相手もちょっと迷ってますね、これ。で、ファイブ警戒高めにマスケを引きつつ、スケバレも飛ばして、うわ、早えな、ファイブってか。もうファイブウッド削りまであるけど、あれ？ウッド裂いたな、君。いやー、でもそれはいいヒースピ、さすがに。あれ？オッケーオッケーオッケー。で、僕、これ悩みますね。右削るか左削るか。まあでも左がさすがにそこまで削れてんなら、シャアなしで左削ってやろうかっていう気持ちにもなっちゃいますよね。これヒースピーさすがに来ねえかな。はい。で、高めマスケでファイブ巻き込まれたくないアピール。で、トリトン、いらっしゃい？いや、来ない。あ、これはちょっといいペースですよね。相手からしたら、ちょっと厄介な感じ？で、まあ、あれ、もう一発打って、これ、あれですね、トリトン。いらっしゃい。いや、まあ、トリトン、絶対っていうぐらい来てくれますね。で、ここはギャングで溶かしつつ、まあ、これは OK。攻め迫ですね。ここ、ロイが今回ってないんで。で、ウッド裂いたら、やりこぶからのスケバレで、みたいなね。結構ペースがつかめそうです。これちょっと、真ん中にもう一個来ねえかな。トリトン。
いやー、あ、ハンターか。まあいいや、どっちでもいい。こんにちは。こんにちはして。いいよいいよ。発揮懸命。いや、めっちゃ、今ウッドサイター。あ、なんで君生きてんだい。まあまあ、これウッドで処理して。あ、ヒースピも引く。いや、いいよ。あー、これ4コスワイブ押っせ。今の、飛ばせてたら、めっちゃ良かったですね。まあ、勝ったんでいいか。はい、というわけでね。まあ、ロイは、マジでね、これ、相性がいいですね。本当に。まあ、これは本当に、なので、皆さん頑張ってください。マスケットがトリトンで引っ張られたりとか、なんか、相手の後出しマスケとかに打たれたりとか、まあ、そういうのがあると、結構一気に不利になったりとか、ワンパンされる可能性があるので、まあ、マスケを高めに出すときは、こう、ナイト蓋をしっかりね、するようにすれば、結構こう、まあ、事故で負けたりとかもしなくなると思うんで、その辺ぜひ気をつけてくださいというわけで、ぜひね、この反撃使いやすいですし、まあ、ウルトラも打つしかないんでね、ぜひ使ってみてくださいというわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントのもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。